おはようです。ひとみさんや石原涼子さんと昔の小室ファミリーとの対談が見たいのですが、ぜひお願いします。千葉でのお酒ぶらり旅的なものを見てみたいです。お酒ぶらり的な旅はいいな。需要あるかな。わかんないんだよな。俺、バーバルと対談して、あんな回ると思わなかったんだよな。別にバーバルがどうのじゃなくてさ、結構回ってびっくりしたな。ってことはあるのかな。まあ、僕がともかく、キャスティング決めていくときに、やっぱりディレクターの人たちは、その動画がみんなに好まれるかどうかっていうことを、すごいやっぱり意識するよね。だから、まあ、俺はいいんじゃないのって思っても、いや、それはって若い人の感覚と違うからさ、例えば瞳とやったとして、何歳の人が見るのかなとか、で、俺の見ている人が、この動画を見ている人が大体何歳なんだろうなとかっていう、そういう分析を、ディレクターの人はするから、誰とやってもいいんだから、別に。